はいどうも、哲学徒です。今回は期間限定イベント大群の試練の方が来てますんで見ていきたいなと思います。こちらのイベントね、PVP の、イベントになってくるんですけども、報酬としてね、レジェンダリーのアイテムだったり、あとゴールド、あと強化素材だからね、素材ももらえるという形になってますので、ぜひね、参加してみてほしいなと思います。期間の方は3月の8日までという感じなんで1週間ですね。で、マッチを完了していくことによってね、BP の方ももらえますので、まあ特にね、BP2400 稼ぎ切っちゃったよっていう、週末とかにね、やるのにもおすすめかなと思います。で、まあこちら PVP にはなってるんですけども、実際にはね、相手のエリアと自分のエリアに、出てくるね、モンスターを、早く倒すことで、まあ、なんていうのかな、相手のエリアに、モンスターを送り込んで、まあ、勝利を狙っていくと。いう感じになってて、結構制限時間もね、短めに設定されてて、すぐね決着がつくという形になってますので、まあね、勝利回数に応じた、報酬とかもありますので、ぜひやってみてほしいなと思います。で、ライフポーションを使用せずにマッチに勝利するとかね、こういうのもあるので、ぜひね、満たしてみてほしいなと思います。マッチで240体のモンスターをね連続キルする、これは結構ねビルドによっては難しい場合もあると思うけども、まあ連続キルが狙いやすいビルドでやってみてほしいなと思います。一応ですね、これクラスごとにねランキングが分かれてますので、ぜひね自分の得意なクラスでに、転職してね挑戦してみてほしいなと思います。はい、今回も動画見てくださってありがとうございました。このチャンネルではディアブロイモダルはじめディアブロ各作品の、攻略動画など投稿してますので、もしよろしければチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。哲学徒でした。